魔人の残骸、村の変化、そしてここが天鉱山周辺であることを踏まえると、もしかすると神女壁艦の伝説とはこの村の出来事なのかもしれません。時期的にも一致しますので、おそらく間違いないかと。他のところも確認してみましょう。